アフリカゾウ族は、アフリカに生息するゾウの属で、原生では、アフリカゾウ及び丸耳ゾウの二つの種を含む。属名のラクセドンタは、ジョルジュ・キュビエが名付けたと一般に考えられているが、キュビエは、ラクセドンテと綴ったのをその後の誰かがラクセドンタに、改め、アイクスンがこちらを正式に認めたものである。増加の起源は、新生代中心予行期の、 約800万年前まで遡るとされる。この時代のケニア、ルケイの層からアフリカゾウ族の最初期の種の化石が発見されている。また同国カポナイの先進魚の地層からは全滅種、ロクソドンタアダウロラが発見されている。先進魚から出土する化石はアフリカ大陸の実から見つかっている。マルミミゾウは以前はアフリカゾウの亜種だと考えられていた。 しかし現在では二つの独立した種とみなされている。丸耳像の方が体が小さく狭い下顎を持ち、耳が丸く、また足のひずめの数も違う。牙は下に向かってまっすぐ生え、体は全体的に小さい。足のひずめの数に関しては一般にアフリカ像は前足に4本、後足に3本のひずめを持つのに対し、丸耳像はアジア像と同様に、 前足に5本、後足に4本のひずめを持つと言われている。しかしながら両種ともひずめの数には変異があることが知られている。一部の地域においてはこの2種の根血もしばしば起こっていると言われている。アフリカゾウ族の数は20世紀に密漁によって急激に減少した。例えば、チャド東部では1970年に30万頭と、 推定されていたが、2006年にはその数が1万頭に減っている。アフリカゾウは現在政府によって保護されているが、密漁は依然後を絶たない。ありがとうございます。